梅酒ね。あ、梅酒も自家製ですか。そう書いてますね。梅サワー。お酢でつけた、これプレスでつけたんですけど、それ飲むんですか。飲むんです。ドレッシングにね。ドレッシングなんですけど、あの前はねドレッシングで、あの今結構お酢の流行ってるじゃないですか。はいはいはい。で去年初めて自分で作ってみて、で自分で飲んでみたら結構あの健康診断の数値とか下がってきたりとか。あ、そうなんですか。あるんで、あこれいいなと思って今年。へえ、お酢いいですね。これは黒酢でつけたり、だったりリンゴ酢でつけたり、うちお客さんに聞いてからつけるんで、まあ、リンゴ酢でして、このお酢でしてとかでも聞いてくれたら、それでもしますし。でも先ほどからお話聞いてると、お客さんからの声を聞いて、すべて商品にされてる感じですか。あ、これでつけてとか言って。それはやっぱり手作りやからできるんですよね。うん、買ってきたものじゃない。